マックで新築 3D マイホームデザイナー 3D マイホームデザイナー LS2 間取りの検討や 3D の立体的なシミュレーションが誰にでも簡単に使えるベストセラー住宅ソフトですあ、実際にこれを使って家を建ててる方々いらっしゃるんですねかなり実用的なソフトなんですねこれはマニュアルがすごくきっちりと編集されている感じですカラーページは見てるだけでワクワクしますねこれ さあ残念ながら Windows 版しかないこのベストセラーソフト Fusion 搭載の Mac にインストールしちゃいましょう難なく成功早速サンプルの間取りをクリックはあサンプルの間取りも自分の条件で選べるんですね玄関の向き坪数その他細かな条件でこんな間取り図を選択してみました早速立体化ボタンを押してみましょうレンダリング早い 間取りから 3D へのレンダリングすんごく速いです。動きも全くストレスなしです。間取り図と立体パースを同時に見ながら作業を OK。ちょっと家具を置いてみました。5000の素材データからこのソファーをセレクト。単なる素材ではなくて実際に販売されているソファなんですよ。実際に使用されている写真もついてますね。ソファのメーカーのサイトにもジャンプできちゃうんです。もちろん設置はドラッグドロップのみ。 間取り図の方に設置しても OK です。ちゃんと立体パースの方にも同時に反映されます。照明関係もつけたい場所にドラッグドロップするだけ、ちゃんと設置されました。もちろん壁紙や床材などすべてお好みに。昼、夜の設定もワンタッチで。照明などの設置は夜モードでどうぞ。そしてウォークスルー、歩きたいところをマウスでなぞっていくだけで、 視線もいろいろ設定 OK マウスでなぞった通りにカメラが動きますわあまるでゲームのようにあなたの家を自由自在にカメラが動きます外装もこれでチェック動画としても保存 OK なんと構造チェックまでこのソフト本気で家建てられますよ 結論、フュージョン搭載 Mac で 3D マイホームデザイナーを。メガソフトのサイトでは実際にこのソフトで建てられた数々の家の実例があります。これもチェック。